まあいちごとかあれかい。じゃあ斉藤さんは加工してないもの。ボールが完全にもう下が凍っちゃってるんで作っちゃってます。ようこそ上野村へ。私は三枝貴弘です。今日はよろしくお願いします。そうですね、よく聞かれるんですけど、一言で何屋さんかっていうのはすごい難しいんですけど、じゃあコンセプトは社長ができることは何でもやるっていう会社だったんですけど、社員が増えてる中で一応地域活性化っていうことをメインの事業としてやってます。うちのメインの事業なんですけど、こう木から燃料を作るっていうのをやってて、これがちゃんと燃えるんですね、はい、燃える燃料になるっていう事業をやってます。まあ、上野村なんて言っても森林率 97% なんで、この木が使えればですね、上野村が油田になるんじゃないかという研究をこの辺でごそごそやってます。これは上野村商工会の委託事業だったんですけど、上野村木工の村なんですけど、木工家さんの実は今までカタログっていうのがなくて、カタログを作らせてもらったりとか、あとはこれこれはコラボ商品なんですけど、新しい商品の開発とか、この会社さんは創業支援もやらせてもらってるんですけど、そんなことをやったり、あとはパソコン系の仕事が多くて、あとホームページ作らせてもらうとかっていう仕事もやったりしてます。そうですよね、よく言われるのが群馬って雪降るんでしょって言われるんですけど、実は西毛エリアってほとんど降らないんですよね。で、特にここは上野村は寒いっていうのが特徴で、氷点下で言うと寒いって本当マイナス10度ぐらいになるような寒いところなんですけど、雪は降らないんです。降っても、それこそ東京で降った時に降るかなぐらいの感じなんですけど、ただ春まで溶け残っちゃうっていうのはこの辺、この辺っていうか、上野村の特徴ですかね。はい、買い物に関しては私はもっぱらアマゾン派です。やっぱり関東圏なんで、アマゾンのお急ぎ便とかだと、1日で来ます。村に売ってないものはそんな感じで買いますけど、基本的には村の商店さんで、足りるものは村の商店さんを使ってますけどね。食料品とか、上野村、1100人しかいない事業所なんですけど、1100人だからやっぱりできることってあって、これを作る時もそうですけど、それぞれ作家さんの顔が見えるんで、私の方でフォローアップも結構できたんですけど、やっぱりみんな口下手なんですよね。だから口下手なのを私みたいに外から来た人がペラペラ喋ってあげるっていうのは仕事だなと思ってて、だからこうですよねこうですよねって聞き出しながらやってたこともありますし、上野村だからできたっていう意味では、最初の頃うちの会社なんか本当食うに食えなくて、上野村だからみんなご近所だから、お財布事情もね分かってるようなところもあって、駆け出しなんだからって言って結構いろんなものをもらって、わらしべ長者状態だったのはありますけど、そういうご支援もあったから、ちょっと上野村で活動できたかなっていう感じではありますね。移住のきっかけは上野村シンポジウムっていう、街づくりのイベントみたいなのがあって、それにたまたま申し込んだらたまたま来ることになって、そんなきっかけですね。村的に言えばやっぱりね、自然がいいとか、そういう推してるところもあるんですけど、私は人が魅力だと思ってるので、なんか上野村の人と関われる人は上野村楽しい村だと思いますよ。この先カーブがあります。そうなんですよ。元々は栃木で、大学がね群大だったから、就職が群馬になっただけのことで、普通はねみんな仕事を決めて仕事が決まったから上野村に住むんですけど、私はもう上野村が気に入っちゃって住んじゃったから、最初仕事がなくて、
いや困ったな困ったなと思ってたら、あのうちの大家さんが村長さんと仲良しで、まあ、あの三重だっていうのがなんかうちに越してきたけどフラフラしてるからあれを使ってやってくんねえかとかって言われて村長さんにいろいろ仕事をもらった感じですね。あ、そうですそうです。あの最初は観光協会に入る前に1年間ぐらいあのバイオマスとか水力発電とかの調査をやらせてもらってて、でそれがまあ大体形になったんで、じゃあ観光協会に勤めろっていうことになって、はいっていうことになったんですね。どうもお世話になります。よろしくお願いします。今日はあの白井の白井休憩所の皆さん、どうもお世話になります。ありがとうございます。今日はなんでここをお願いしているかというと、私が観光協会時代にこの芋串が食べたくて食べたくて通ってきてる中だったので、今日郷土料理って言えばじゃあここだなと思ってお願いをしております。今の白井って言えばね、本当に人数が少なくなっちゃって個数も少ないし、そんな中で区長さんがこれを作ってもらって休憩所もつけてもらったんだけど、それをまた生かしてくれたのが三枝さんなんですよ。何着ではこういうわけに、ね、柔らかいから、美味しいってものを食べてくれるし、うんね、そうするとやっぱりまたもう一回作ってみようかなんていう気持ちになるじゃん、ね、だから三枝君のね、うん、中温だというとみんなが居心です。じゃあすみません、お世話様でした。またよろしくお願いします。はい、どうも。じゃあフランクとか、まあイチゴとかあれかい。じゃあ斉藤さんはミネストローネとかだったらトマト使えるし、銀座のかっこよさじゃダメだって。まあ上野村だと実は全戸光ファイバーが入ってて、テレワークしようと思えばできるし、まあ、うちなんか今こうモバイルルーターですけど、こういうので通信してるんで、そういう意味では通信環境にネックはないと思います。役場が全面サポートしてくれて、私もそうだったんですけど、それは家を探すところから仕事を探すところから何から何まで役場でやってくれて、おんぶに抱っこでこう入ってくることができたっていうのは一つ大きいと思います。上野村が結構職業を作ってるんですね。例えば林業とかそこのホテルとか、あとは福祉関係で、介護施設とかがあるんで、まあ、そういったような仕事について上野村への移住の一歩を踏んでくるんですけど、うちなんで2拠点でしてるかっていうと、実はこっちは上野村に来た人をどっちかっていうとおもてなすためのまあ、事務所で、まあ、上野村の中の人向けの施設なんですけど、逆に上野村に来る人、東京とか村のことを知りたいなと思って来る人が、やっぱりちょっと上野村までいきなり行くのは遠いなと思うけれども、高崎の新幹線が止まるし、あそこなら見られるかなって思ってもらえるようにちょっと作った事務所もあるんですよね。だから上野村サテライトみたいな事務所なんで、また行ってもらうと分かるんですけど、上野村っていうことに結構こだわってて、上野村のポスターが貼ってあったりとか、あとそこでお出ししてるお水は上野村で、汲んだお水を高崎で提供したり、上野村が高崎に行くことで近くなるような事務所を作りたいなと思って作った事務所です。上野村の魅力は何といっても人です。人付き合いが楽しめる方、ぜひ群馬県お待ちしています。